はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は福岡県福岡市興訓寺住職小林真水さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。はい、今日も小林真水さんとおしゃべりをしていきます。いや、昨日は御利益のお話を伺ったんですけど、現象の御利益、はい、はい、これは日蓮聖人のお言葉。そうですね、日蓮聖人はこの現象ということをすごくよく言っていて、まあご存知の方も多いと思うんですけど、日蓮聖人はやっぱりそのよその宗派さんとか、例えば、特に浄土系の方とに対する、なんていうかな、攻撃というか、はい、釈迦、我々は釈迦って言ってますけども、が結構多くて、で何でそういうふうに言ってたかというと、その、いろんなお経とかいろんな教えがこう今入り混じっていて、それをこう判別するフィルターのようなものがないんじゃないかと、うん、でそれが3つ実はあるよというふうに日蓮聖人言ってて、それは道理性と門性現象と、うん、道理性というのは普通に考えてそりゃそうだよねっていうふうに納得できる理屈の部分が理性、はい、道理性、うん、門性というのはお経であれ、なんかその先師の教えであれ、いろんなとこにちゃんと書いてあるっていうこと、うん、現象はそうやってこう理屈で考えてもそうだし、ちゃんとお経にも書いてあるけど、現実に何も起こらなかったらダメじゃんっていうのが日蓮聖人の考え方で、うん、だから現象っていうのが最終的には決め手になるよねっていうふうにおっしゃってるんですよね、うん、で我々はそれをそのままこうそうだなって言って、現象のご利益ということをこうがいただけることをこうすごく大切にしてるんですよね。いや、なんか僕はそうですね、そのお坊さんとして、うん、それこそ浄土系なんですけどす、ね、なんか特に浄土真宗は御利益系のことをものすごい否定するっていうんですかね、うん、その現世利益をタブー視もするし、うん、そんなものはないぐらいに言ってしまいがちなんですよ、うんうんうん、ただなんかこれ不思議だなと思うのは、そんなものはないっていう根拠の置きどころを割となんかそんなにこう研究者とかっていうレベルじゃなくて、いや普通のなんか一市民の科学至上主義の現代人、近現代人の発想の中でそんなものはないって言っちゃっているようなところもあるような気がしていて、そんなものはまやかしであると。ただもちろんそこに根拠を持って言っているというよりは、もともと親鸞聖人が、うんうん、その何か自分たちのこうああしたいこうしたいっていうことを神仏に願ったり祈ったりっていう、うん、そういうことに、惑わされないちゃいけないっていう、うんうんうん、ことを言われたからですけど、うんうんうん、だけど結局やっぱこう普段の生活感覚の中で、
物事を捉え直すわけですよね、うん、そのお坊さんとはいえども、うんうん、だからなんかそういう普通の科学的思考とも言えない、うん、近代合理主義の枠内であのそんなものはないんだって言っちゃってるような側面もあるなと思うんですね、うんうんうん、ただあのまあこれは僕のかまあ個人的なあの思いとしては何かまあじゃあ親鸞聖人もの時代ってむしろ何か物事がうまくいかないとかじゃあ大干ばつが起きたとか、うん、その時にある意味合理的な対抗手段としてご祈祷とかもあったりもして、うんうん、その時代背景としてですよ、うんうん、他に手段ないしない、ええうん、だからあのなんかそれはちょっと違うんじゃないかなと、うんうん、でどうしてもそこをこう、うん、合理的思考でそんなものはないんだって言ってしまっているところですごい切り捨ててしまってるものが大きいと思っていて、うん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 、でないんだっていうよりは、まあ、どっちかっていうと分からないって言った方が、ね、あのいいんじゃないかな、あるかもしれないしないかもしれないし、でも、まあ、そもそもそうです、ね、少なくともじゃあ親鸞聖人の教えにおいてそこ取り扱ってない、うん、ないし、うんうん、何かこうそうですね、まあ、全てはその阿弥陀仏の働きによると、うんまあ、絶対他力の教えなので、うん、だから私たちのこう逆しらでどうこうできることじゃないんだと、うん、この不可思議な世界を、うん、にまあそうですね、なんかこう自分たちの手心を加えていったところで、うんうん、もうそれを超えた大いなるものが働いているんだって、うん、まあどっちかというとそういうことだったと思うんですね。で、うん、でこう特にこう浄土そうですね、信州が強いと思うんですけど、うんうん、そのゲンゼリ役的なものを、うんうん、こうそんなまやかしなっていうふうに、ん。否定、まあその近代合理主義的科学信仰ですね、うんうん、そうところから否定してしまっているところで、なんか、そのすごくそれって表面的にゲンゼリ薬というものを捉えてしまっていたんだなっていうことをなんかこうお話を伺いながら感じたんですね。だから、うんうん、いやこれそのお題目唱えれば病気が治ります、商売繁盛します、うん、なくし物が見つかります、例えばですよ、うんうん、っていう信仰なんですっていうことでは決してないんだよっていうことを、そういうまじないし、でもねうちの宗派もともすればやっぱりそっち行っちゃうんですよね。はいはいはい、うん、だからあえてそうじゃないっていうところをなんか私はこう結構ずっと皆さんに伝えてる気がします。うん、やっぱりその、うん、だって日蓮聖人もあのやっぱり臨終のことをまず先になろうって、後に他事をなろうべしと、つまりそのまず臨終っていうのがありますよって、どんだけその、まあ、病気になろうが病気が治ろうが、お金がない人はお金を儲けようが、結局みんな死ぬんですよと、うんうんうん、その最終最後をまず考えなさい、で、そして臨終のあとどこに行くのっていうところをちゃんと見定めた上で今の自分の、まあ、あのバックキャストですね、要はね、でもうそれでまず自分の今の生き方を、この身の振り方を考えなさいよっていうふうな捉え方だと思うので、うん、そうするとこう何て言うかな、あの今微分的にこう今がこうどういう傾きをなってるかっていうのは実はあんまりこうどっちでもいいのかなというふうに思っていて、うん、
で、だから意味付けはどうとでもできると思うんですよ。まあ、はい、極端な話、はい、でもその人にとってじゃあそれがあのそれがその人にとっていいかっていうのは、まあ例えばその人がより人を助けるという方向に向かうかどうかというところで私たちは意味付けをしていかなきゃいけないかなと、リフレーミングをしていかなきゃいけないかなとは思ってますね。だからそれ例えばあの同じ病気になったにしてもあのいや病気になって、まあ、これででも病気の人の気持ちが分かりましたねっていう時もあれば、うん、大変ですねって慰める時もあるし、うん、あるいはおばじでしたねっていう時も、まあ、あえて厳しくおばじいただきましたねっていう時もあるし、うん、だからその人にとってやっぱりあのあ バチってことですか、おばち、うん、バチそのやっぱりそのいろんな今までしてきたことの報いですねっていうふうにあえてはっきり言う時も、まあ私はあんまり言ったことないですけど、でもあるし、まあ可能性としてはですねあるし、でもやっぱりその人その人でやっぱりこう文脈が違うからですね、あの出てきたその病気になったっていうその病気という、肺がんなら肺がんって同じ肺がんかもしれないけど、その人のにとっての肺がんっていうのはそれぞれのあの違い目がある、文脈の違いがあると思うので、あえてそれでそのそれが良くなった悪くなったっていうことだけで何かこうそれをこうまあ意味付ける、同じような意味付けっていうのはちょっとできないかなと。やっぱりそれぞれそれぞれのその場その場でのあのその人の置かれている状況によって変えていく必要があるかなとは思ってますけどね。そうか、うん、いやあの今翻訳の仕事をしてて、はいはい、やっぱ同じ言葉とかあの、まあ、出来事とかでもそこにどの言葉を当てるか、どういう表現を当てるかで、うん、やっぱこうちょっとニュアンスが変わってきたりとかしますよね。本当その人生の出来事の翻訳家的な役割ですよね。だからフレームを今立っているその人の、うん、フレームにおいてはコートしか受け取れないものを、うんうん、ちょっと違う翻訳を与えていく。そうですね。うんうん、そしてじゃあその翻訳の方向性としては何かというと、その人があのより、まあ、菩薩というか、そうですね、あの、うん、ウェルビーイングでもありし、うん、あり、まあウェルビーイング、自分のためのウェルビーイングではなくて人のとってもウェルビーイングであるようにっていう、ああ、そうですよね、そういう言い方をこうの方に少しでも行くように私たちはこうしてるかなと思いますね。いや、そうそう、うん、あの僕のノートマガジンで、はいはい、あの工場案っていう、うん、はい、ありがとうございます。読んでます、読んでます。それであのドミニク・チェーンさんっていう、はい、あの方が私のウェルビーイングから私たちのウェルビーイングへっていう、うん、まあ、そういう本を書かれていて、うん、タイトルですけど、うん、それは本当その通りだなと思うと同時に、うん、もっとまあ仏教がラディカルにそれを言うんだったら、うん、私のウェルビーイングなど存在しないと私たちのウェルビーイングしかないんだっていうふうに言い切っちゃってもいいんじゃないかなっていう記事を書いたことがありまして、うんうん、そう、なんかそれともすごく通じますね。うん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 、どうしてもやっぱさ、まあ僕もそうですけど、うん、まず自分のことが先に来ちゃうんで、うん、まあ、病気になったらまあ治りたいし、商売繁盛もしたいでしょうし、うんうんうん、まずこう私がっていうフレームで人生生きてるわけですけど、それをグッとこう拡張してあげる。そうですね、うん、いや、サポート役なんですね、うん、ちょっと僕本の名前忘れたんですけどね、ちょっとね、中国のなんていう、なあの論文か忘れましたけど、菩提心に2つあると、はい、将棋菩提心と修行菩提心だったかな、うん、2つあって、で将棋菩提心っていうのは、将棋はあの勝つに義理の義と書いて、はいはい、将棋菩提心、はい、で将棋菩提心は、まあ、いわば仏様のみが持ち得る、もう純粋無垢な、もう本当にその人を助けたいという
それしかない、うん、菩提心なんだけれども、あのそんなものを最初から凡人が持てるはずがないと、うん、だからまずはその至上菩提心でいいんだみたいな、うん、至上菩提心だったらちょっとそのど忘れしたんですけど、なんとか菩提心っていうのがあって、そっちで始めて、それはもう例えば人のためにすることが自分に返ってくるっていうふうな、まあ、ある意味打算的な、あの交換条件的なものであったとしても、最初はそれでもいいからやってみなさい、ギブ&テイクでもいい、ギブ&テイク、最初からギブ&ギブにならなくていいんだと、はい、ギブ&テイクでもいいから何もしないよりは全然いいと、うん、まず一歩踏み出す、その一歩踏み出すなさいというのがあってですね、僕それすごく好きで、その話、ね、そうですね、好きなのちょっと忘れちゃったんですけど、うん、うん、だからどっちかというとその御利益、現象の御利益っていうのはそれに近いものがあると思っていて、最初は自分の御利益から始まってもいいよと、でもだんだん今度はあの人のための人に御利益を伝えていける、人に御利益をいただいてもらえる、そんなそれが願える祈れる人になりましょうっていうふうな、うん、あの教えですね、うちの宗派としてはですね。いや、そこがあのなんか人の性質、うん、に性質というか差がというか、うんうん、に寄り添ったあのプロセスデザインになってるなと思って、かもしれない、ね、で、まあ、浄土真宗がどうなのかなと、それ近代のなんか浄土真宗の病なのかなとも思うんですけど、うん、いや本当にあまりにもその、うん、現象のご利益を、うん、否定しちゃうわけですよ。うん、まあその割に凡夫なんですね、うん。だから私たちは決して阿弥陀如来、阿弥陀仏、まあ仏様になんか なれる、既婚のかけらも持っていないようなまあ存在なんだと。自虐的ですね。まあまあ響きはそうですね。でも。まあ、それをそういう私たちを仏にさせてくださるのが、うん、阿弥陀仏のまあ深いその、まあ、救いなんだ、まあ、それはいいんですけど、なるほどなるほど、あのだったら凡夫が、凡夫、うん、がじゃあそこそ本当に凡夫だったら考えることって自分のことなわけですよ、うんあのうん、そうだからもうちょっと自分のことしか考えていない凡夫に対するしてのそういうプロセスをデザインしたらいいのにと思うんだけども、意外と凡夫に対して、しかもお坊さんもいや私も本当に凡夫ですからって言うんですけど、うん、その割にすごい阿弥陀如来側からの話しかしないっていうですね、あ、うん、なんかすごい不思議な立ち位置が、ええ、その凡夫が決して阿弥陀仏になれないはずの阿弥陀仏の話をしている、まあそれが成立していること自体がすごいといえばそうかもしれないけど、だけどなんかそうするとそれこそあの浄土真宗のお寺に例えば、病気になりましたと、うんうん、でちょっとまあ、いろいろ手は尽くしたけれども、うんうん、それでもなおやっぱり何かにすがりたい、うん、でお参りさせてくださいって言ったら、うんうん、ゴリゴリの浄土真宗のお坊さんほどうちではそういうのやってませんからって言っちゃうんですね、門前払いしちゃうんですよね。そう、それがゴリゴリの浄土真宗っていうこと自体がなんかちょっと違う、だからそっから流れてくる人たちもいますよ、うちに。そうだからうちなんかうちの信者さんでもまあ、親戚がその浄土真宗の方で、はい、浄土真宗の菩提寺があって、でうちでその、ね、お参りして病気良くなったっていうのを聞いて、じゃあうちの菩提寺でも病気になったらやってもらおうと思って、で同じように行ったらうちやってませんって言われて、そうそう、なんだお前んとこのお寺はって言ってそれでもうやめてこっち来たっていう人も、うんいますね実際。でその時の、うん、いやうちやってませんからっていうメンタリティ、お坊さんのメンタリティに、うん、結構大きな部分なんだかんだ結局は単なる近代合理主義のなんかいやそんなものは科学的じゃないしみたいな、うん、うん、いやそういううちはねまやかしやってないんですよみたいな、そういう感覚が
あるような気がしてて、なるほどね、うん、それは多分僕そんな間違って、まま、感覚で間違ってないんじゃないかなって思う、うん、なんかやっぱそういうニュアンスって感じるじゃないですか、うん、そうだけどそこでそう、うん、まあボンブなんだからそううちはやってないとか、いや阿弥陀さんの働きが何なのかわからないボンブなんだから、うんうん、わからないけど一緒にお参りしますかってお参りすればいいんだと思って確かに、ね、うん、そこら辺がそのなんか今回こうしてご利益の、うんうん、お話を伺ってなんかすごい感じるところがありましたね、うん、ちょっとあれですけど仏性とかってどういうふうに考えて、仏性もだから言わないですよね、言わない、はい、僕は割となんかあちこちで喋るときにそういうふうに言ったりもしますけど、でも浄土真宗公式見解では言わないですよね。言わないんですか。はい、だから仏性のない、私が仏にさせていただく不思議っていうことを強調しますよね。仏性かけらもない私が仏になれるんですっていう、まあ、そこ、この、だから、まあ、もう絶対的な存在なんですね、だから阿弥陀さんっていうのはね。そういうことになりますね。うん、はい、そこを強調するのが浄土真宗理由ですかね。なるほど。そういう理屈なんだ、うん。いや、結構ほら、SDGs お寺ネットワークの中でも、はい、今度 LGBTQ に関するセミナーをやるんですけど、うん、はい、で、講師の杉山さんとかと話をしてて、まあ、私はその男性女性でありますけど、そのまあ仏教では仏性と仏の性と書いて仏性というのがある、はい、仏になれる性質っていうのは皆さん実はもう性別関係なく国籍関係なくみんな持っているっていうふうなところから話を始めるんですって、それが前提になってるんですって言った時に、他の浄土系の人たちみんな黙っちゃうんですよねあ、そういう意味だったんですね。 なんでそこうんうんってそういうふうに言わないのかなって思ってたら、あ、そういうことだったんですね。あ、なるほど、うんうん、ちょっと今度から気をつけます、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。三芸神立て祭る人心受けがたし今末に行く仏法を聞きがたし今末に聞く好み根性にのせずんばさらにいずれの性においてか好みをどせん大衆もろともに指針に参謀に消えし立て祭る自ら仏に消えし立て祭るまさに願わくは衆生とともに大道を体現して無常意を起こさん自ら法に消えし立て祭る。まさに願わくは主要とともに、深く共蔵に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に消えし立て祭る。まさに願わくは主要とともに、大衆を通りして一切無下ならん。弟子向こう珍未来祭、不摂生、不中等、不邪因、不毛後、不器後、不悪、不良絶、言論、不信に、不邪見、本望。
もちたぼだはだやみ、おんもちたぼだはだやみ、おんもちたぼだはだやみ、おんさんまやさとばん、おんさんまやさとばん、おんさんまやさとばん、無常人人未明の方は、百千万号にも愛おうことかたし、我今検問し、受事することを得たり、願わくは如来の真実義を下せんこと、仏説まかはんやはらみた信行、漢字在菩薩行人はんやはらみた字、正見を雲海空洞一切、空役シャーリー四式、不意空空不意式式、即税空空即税式、重創業式、悪無業税、シャーリーシーズ。商法、空想、風商、風滅、風空、風上、風増、風減税、航空、重無式、無重創業式。無限に微、絶身に、無式、昇降、未足、法無限界内し。無意識界、無無明役、無無明人内し、無老死役、無老死人、無空重滅道、無知役、無徳意、無聖徳、公望大殺退、般若波羅蜜多、公心無形芸、無形芸、公無宇空不遠離一切、天道無相空気、涅槃三世小仏へ、般若波羅蜜多、高徳阿耨多羅三脈三宝、高知般若波羅蜜多、税大臣、修税大名、修税無常、修税無等道、修道上一、空心実不空、高説般若波羅蜜多、収束、摂取、圧、やて、やて、はら、やて、はらそう、やて、傍事、そわか、はんや、信用。おんあぼきゃべろしゃの、まかぼだらまに、はんどま、じんばら、はらはり、たやうん。おんあぼきゃべろしゃの、まかぼだらまに、はんどま、じんばら、はらはり、たやうん。おんあぼきゃべろしゃの、まかぼだらまに、はんどま、じんばら、はらはり、たやうん。オンアボキャベロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラハリタヤウン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 。ナム本尊海へ、ナム本尊海へ、ナム本尊海へ。ナム大師返上金剛、ナム大師返上金剛、ナム大師返上金剛。ナム工業大師、ナム工業大師、ナム工業大師。願わくはこの苦毒をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと主要と皆ともに仏道上善こと。このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。